さあやっていきます。スノー実況パート3でございます。どうもアザラシです。やっていきますよ。まだまだその初日が終わらない。選択肢もまだ再起、下の名前出てこない。ちょっと調べさせて。佐伯つぐみさんの胸に顔をうずめるかどうかっていう、もぞもぞするかしないかっていう、その選択肢しかまだ選べてない。なんか懐かしいなと思ってね。古いから。古いかな。あそこにあんまんがあるじゃん。あんまんの置くやつ、肉まんかもしれん。あ、お母さん。すみの、わけあんたお葬式。そのリアクション、そんなにするものか。何あんた、幽霊に肩貸してもらってんの。幽霊ってそんな、ね、違うよ、生きてる人だよ。幽霊そんなわけないでしょ。どっからどう見ても幽霊じゃない。幽霊には足はないですよ。幽霊が喋ってる。お母さん落ち着いて。あなたちゃん無事だったんだよ。無事だったらしいですよ。診断したみたいで、全然平気だったみたいなんだよ。メイコってさ、まあもう知ってるから言うけど、金髪のキャラだよな。カナタくん、見てくれ。何気なくウィキペディ見てたけど、北里しぐれってキャラの声は池澤春菜だ。池澤春菜好きなんです。声的にすごく好きで。そして池澤春菜の声を一色光が当ててるパソコン版では、一色光さんも好きなんです。朝日の声をリタがっていうのを今知った。やりたいな、パソコン版が。ってことはだよ、ってことはエロシ、好きな声優の声でエロシ。なんだったら、そうか、昔のさ、往年の昔のパソコンのゲームもさ、ディスクはあったりするからさ、ディスクっていうか箱がね、ちゃんとしたのがあるからさ、そのエロシーンだけカットして、そこだけズワッとカットしてさ、やるのもありだよな。世界のすべてとか持ってるやつをさ、結構安いの買い集めた時期がありますよ。それをこうやってみるのもいいかもしれない。すごいよお母さん。昔のゲームのキャラの声っていうか、やっぱ聞きたいゲームはありますね。うっそ、一色光さん好きなんでね。本当に？あの怪我で助かったの？エンジェルバレットとかやろうかな。やりてえな。まあ。もうその世間じゃ日の目を見ることなかったけど、よかった。いいゲームってのあるんですわ。それを紹介していきたいな。今もう完全にほら、スマホゲームとかさ、パソコンでゲームやる人もいないじゃない。ごめん、そんな格好してるから。このいいお話のゲームみたいなのもさ、最近はもう全然出てこない。でも昔はあったからさ、そういうの紹介していくのもいいかなって思うけどな。違うの？エンジェルバレットやるのはどうかと思うけど、真顔で聞くな、真顔で。違うの？でもそうだな、このスノーだって本当にやっていいかどうかは分からんな。実際問題な、ゲーム実況ってのはなんかグレーっちゃグレーだよな。グレーっちゃグレーってか、もう完全著作権侵害してんじゃねえのっていうところは思う。冗談よ、冗談。まあ、私この店のオーナーの、せめてできることはもうひたすらしゃべくり倒すぐらいのことだな。しゃべくり倒したら、まあなんか私許される感があるかな。全然もうその埋もれてさ、誰にも知られないってのもかわいそうだなって思うんだよ、ゲーム作ったの。でもこうやってることも別にゲームに対しての裏切りではあるんだよな。なんかうまいあれがねえもんかなと思うけどな。落としどころがねえもんかなと。かなたちゃん、いや特に、またあれだ、アザラシ出してね、アザラシね、あんこを出してなかった。胸、あんこを出してなかった。ちゃん付けで呼んでるけどやめてくれないか。え、でもか
ナタちゃんはカナタちゃんだよ。ちゃん付けをやめろっつうのはちょっとかわいそうじゃないかな。あんまん肉まん。あ、そうそう、すみの？ほい。今朝メイコちゃんが来てね。うん、メイコが私に用だったの、うん、これ何これ。そうじゃなかったんだけど、なんだろう、干し柿かな。でも柿じゃなくて海の柿に見えるな。干し海の柿。駄菓子を5000円分も買っていったの。おお、5000円。すごい、メイコお金持ちになってるよ。どうしちゃったのかな。大人買いですか。さあ、ラッキーなことがあったって言ってたけど怪しい。5000円分の駄菓子か。私だったら全部あんまんにしちゃうな。あんまん50個分？あんまり多くないな、50個ぐらいだ。スミノ、あんた今日のお小遣い全部あんまんに使ったでしょ。お金あるの？100円だけ残しておいたんだよ。食前のデザートだよ。太るぞ。まあちょっと太ってるぐらいでちょうどいい。女子は私のあんまんがないよ。 BMI18 ぐらいから以上から。売り物のでしょ。20くらい、それぐらいでいい。それも健康とかその他、お、その他いろいろなことを考えたね。悪いがあって言って言って、ごめんね、変な子で。まあちょっと変かな。アンマンが好きでね。アンマンの魅力もわからんでもないけど、やっぱ豚まんの方がいいってなっちゃうな。でもね、なんつったらいいんだろうな、なんたらまんの中ではアンマンって最弱なんだけど、なんたらまんの中ではな、豚まん、ピザまん、カレーまんの中ではさ、やっぱあんまんって最弱なイメージがあるんだけど。あんまんが好きじゃなくて、あんまんを愛してるの。難しい、難しいレトリックを使うじゃないか。好きと愛してるの違い。元だよね、かなたちゃん。愛してるものから命を奪っていいのか、命の源にしていいのか。そんな源嫌だ。これ読んでる時に声優さんもこれでいいのかなって思いながら読んでるだろうな、きっとな。えうえうえう。まあともあれ、よかったわね、スミノ。え？お母さん、なんで？スミノ、あんたずっとカナタ君のことを。うわあ、うわあ。まあまあ可愛いね。とても遅い動作で。じゃあ俺はこれで鈍感系主人公。え、もう帰った。こういうとこでさっさと気づいて、お、こいつ俺のこと好きじゃんみたいな、一応やったるかみたいな、そんな主人公はいないわな、この手のゲームでな。いち早く察して、カナタ君が無事だったという記念に。でもなんだよな、ゲームでさ、初めから好かれてる状態で始めるのってなんか嫌くね。初めは嫌われてるけど、だんだんと好かれて好きになっていくように宿泊するような、そんなお話のが好きだな。おまけにメロンも2つつけちゃおう。多くないか、相当重くないか、ずし。お母さんダメだよ、カナタちゃん無事とはいえ怪我してるんだから。そしてそのメロンは一体どこから仕入れて。そっかそっか、栄養つけなきゃ。大根もう5本追加だよ。10本は多くないか、大根10本は。蘇生祝いよ、蘇生祝い。頑張って持って帰ってね。はあ、せっかくのご好意を無限に断るわけにもいかないんだけど、重い。今度はゆっくり遊びに来てね。はあ、あら、あ、またマウスの、マウスのあれが。こうするときってさ、左手でドレミキャストのコントローラーを持って、右手でこのあんこを出してるから。いいからいいから、うん、ちょっと疲れ、死んで。あ、カナタちゃん、ついでにファイアルパカ起動。なんだ、あのね、おかえりなさいだよ。うん、は、はじゃないと思うけど。こうか、ね、それじゃ、ファイアルパカ気をつけて帰ってね。これでいいかなと思ったんだけど、
裏でこちょこちょしてるな。裏でコソコソしてる。変なやつだな。ファイアルパカを使おうと思ったんですけど、いつの間にか雪も降ってきたし、道理で寒いわけだよ。中に入ろう。ファイアルパカを使おうと思ったんですけど、ここ映そうと思ったらこういう風に映っちゃうね。これ消すわけにいかんし、これ小さくならんしな。なる？しない方がいいな。この画面だけ、いや難しいな。書きながら、何か書きながらやるのいいかなと思ったんだけど、ダメだ、ダメだこりゃ。あの、もっと別の手を考えます。つぐみさん、あなたリアクションが派手ですね。やだ、もうかなたちゃん、そんな格好でどこに行ったの？砂利ガキ二人がさ、なんか追いかけて出て行ったらいつの間にか帰れなくなっちゃってました。砂利ガキ二人じゃないわ、砂利ガキ一匹とあの猫一匹。お帰りなさい。散歩はどうだった？寒かった。違うの？あながち間違っちゃない。あら、それは大根とメロンと雑貨のことあって。いけない、お葬式がなくなったこと、スミノちゃんやサヨリさんに伝えてなかったわ。名前が脈絡もねえな、スミノとサヨリじゃ。あら、俺が言っておいてよ。じゃあサヨリさんにも会ったの？うん、あったあった。娘を店まで送って、それでこれもらったんだ。娘っていうか、俺が例えばさ、その辺の人に出会、なんか同じぐらいの年の子に出会ってさ、娘っていうか、ってことは女の人って言わせない。スミナちゃんのことは覚えていたのね。いや、全然覚えてなくて。あら、葬式に向かう途中、床、坂から転がってきて、それで会っただけなんだ。あらあら、じゃあ偶然？偶然。あ、スミノちゃんのこと忘れてるのね。なんで忘れてんだろう。仕方ないわ、事故でも頭を強く打ってたし。事故を理由にしていいか。だったらつぐみさんのこと覚えてるのなぜだ。事故のせいで忘れてるかどうかはわからないけどな。そのうち思い出すわよ。そうだといいんだけど。大丈夫よ、すぐ晩御飯の支度するから、先にお風呂にでも入ってらっしゃいよ。はいはい、入ってきます。気持ちいいわよ。俺は将来的にさ、将来的に、将来の夢じゃないんだけどさ。はいはい、いい、そこまで案内するわね。お家に住みたい。他はもう全部なんか適当でいいから。こっちに行けば露天風呂、クオリティ低くでいいから、が見えてくる。いい風呂のある家に住みたい。できれば露天風呂がいい。しっかり使っていれば、そういう夢って叶うのか。目覚める前に部屋に戻れるわ。庶民のレベルでその夢って叶うのかな。いろいろ効能があるから。効能があるんだ。うーん、腰痛にも効くのよ。温泉のある、温泉露天風呂でいいや。露天風呂のある家に住みたい。神経痛とか痛風とか持病の尺とか、あの贅沢しないから、痔とか。家に帰ったら温泉があるって良くない？温泉とかお風呂が。それはもう、やっぱ露天風呂がいいな。ありとあらゆる更年期障害に。つぐみさん、お年は？はつぐみさん、私ったら何を。アラフォーですか？アラウンドフォーティーですか？ごめんなさい、若く見える。もうちょっとシワを増やした方がいいんじゃないか。ここに来るお客様は個人でもツアーでもお年寄りが多いから。つぐみ、つぐみさん、あなたちゃんみたいに若くて息のいいのは久しぶりで。つぐみさん苦労してますね。つぐみさんがお年寄りの世話で疲れている。怖い。じゃ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 入ってくるから。はーい、ゆっくり使ってね。うん、これがあの年食ってからこのスノーやってるせいかどうかは知らないけれども、年食ってからやってるせいかどうかは知らないけれども、つぐみさんがいいな。清潔で広い台所、脱衣所、その中に大きな石油ストーブがあった。
棚に並んでいるカゴにはつぐみさんが用意してくれた浴衣とタオルが入っている。結局今日一日着ていた死に装束をさっさと抜いて風呂場へと向かった。結局っている？おお、大パドラマ。一人で硫黄の香りと岩場に囲まれこんこんと湧き出る天然温泉、その広い湯船から見える雪景色がまさに絶景だ。硫黄泉ってうちの周りにはないんだよな。硫黄泉って、おー、北九州とかあと関東にもあるのかな、にあるけどあんまり近場にはないな。あの白く濁ったような傷なんか少しもないぞ。腹と足くらいだな。白く濁る温泉ってのは硫黄泉なんでしょ、確か。違ったっけ。いや白く濁るのは硫黄でしょ。うん、 FSS だな。 S ってなしか、S 黒くなるんだっけ。硫化物、何かと何かを混ぜたら白くなるっていう反応があるよね。 SO2 と H2S かな。なんか高校科学のレベルのやつ思い出したいんだけど、あんまり思い出せないな。汗が引き冷えた体を熱いくらいの湯がじんわり包み込む。草ってこれ読んだな。首から上に冷たい雪風、戦闘要請雪風は相変わらず吹きつけるが、それはかえって心地よかった。はあ、俺以外に誰もいない。貸し切りみたいだ。雪も降り出してきていい感じだ。来てよかった。温泉に毎日入っていれば傷も早く癒えるだろう。温泉ってやっぱそういう効果あんのかな。温泉の薬効を突き詰めていきたい。探求していきたい。いいお湯でした。おかえりなさい。晩ご飯の支度できてるわよ。じゃあいただきます。お、葬式装飾や線香臭かった部屋はすっかり綺麗になっていた。同じ部屋なのか。代わりに旅館らしい畳の匂いが充満している。そしてこたつの上には豪勢な食事が並んでいた。なんかこういうところで豪勢な食事が並んでるっていう、あのマサルさんのさ、あの花束油取り三郎との卓球のシーンで、あのしびれ薬を食わされたし、あの偽物のあのね食事を思い出しませんか。マサルだけが大丈夫だったって、あのシーン、あの名シーンを。包帯よ、つけていないようだけど。いやー、あんまり大したことなかったから外した。あらあら、ひどい怪我だったのに。ひどい怪我だった、もうほとんど治りかけだから。何、いいわね、若いって。若さでそれは説明つくものなのか。若いからなのか。回復力が早いといえばナルトだな。ナルトを思い浮かべるな。単純に傷が浅かっただけだろう。大げさなんだから。そういえばうちは混浴なの、覚えてた？混浴？なんだって？若い女性客に会わなかった？いや誰にも、てかなんてこと。もう少し長居すればよかった。混浴のお風呂温泉でそういう風な、そういうふうなことってなかったな、今までの人生。10年前みたいに一緒に入りましょうか。いいね、いいね、入ろう。昔は一緒に入ってたのよ。この体を堪能しよう。何言ってるんだ、子供の時ならまだしも。あらあら、冗談よ。俺のテクニック誰しようか、また。またって言うんだけどさ、このあのスクショで取り込んでさ、あのケシケシケシってして裸にするやつ、自分で全部この下を書いてさ、ケシケシケシってスクショで取り込んだ方をこう消していくみたいな。それはそれで思いっきり残念なんだが。さあさあ食べましょう。いただきます。需要ありそうだけどな、このつぐみさんのキャラも。これはそういうシーンの一つもあってもいいんじゃないかなと、今は思いますけどもね。とにかくを再び箸を握る。今までずっと一人暮らしだったから食生活も偏っている。ここで十分に野菜を、栄養を蓄えておこう。満腹だ。アイスのデザートまでついていた。
真冬のこたつでアイスクリーム。なんと贅沢な。エアコンなさそうだな。これ横にながらテレビのリモコンをつけた。だりゃほとんど映らないぞ。さすが田舎だな。しょうがない。田舎だからテレビつかないってことあんのかな。県によってはつかないわあったりするだろうけど、冬外はかなり風がひどいようだ。あなたちゃん入るわよ。いらっしゃい。はい、これん洋服を。俺が持ってきた着替えだ。シワも取れて小ざっぱりとしてる。洗濯してくれたんだ。かなたちゃんが初めに着てた服、ボロボロだったから処分しちゃったけど。もう死ぬってなったのにさ、ね、死にそうになってたのに両親とか葬式には来なかったんだな。知り合いと言えるのはこのつぐみさんだけというか、天下に孤独か。あ、そうそう、今夜は吹雪になるみたいよ。ちょっと手がでかい気がする。そうでもない。窓開けて寝ないようにね、風邪ひいちゃうから。怪我の具合もいいよね。ああ、すぐにでも仕事を始められそう。でも、あ、そうか。旅館の手伝いに来たんだった。あれ？そうなの？基本的には土日は休みなの。たまに飛び込みでお客さんが入ることもあるけど。ダメでしょ、土日休みじゃ、旅館が。土日こそやるべきじゃないですかね。ああ、待ってくれ。俺、ここにバイトをしに来たんだよな、確か。そうよ。いつから？そうね、あさってからかしらね。そんな一言みたいに。あらあら、大丈夫よ。心配しなくても。あ、時間が、休みほど仕事はあるから。時間が20分過ぎてる。仕事が始まったら、まあいいでしょう。休みがもっと欲しいって思うよ。2月3日からパート4にしましょうか。事故にあったのは、キリがいいからね、本当なんだから。今日と明日ゆっくりしてね。はいはい、死ななかっただけでも命あってのものだねってさ。仕事が始まればありがたいって思うわよ。そうだそうだ。どのみち土日が休みなら仕方ない。十分体休めておこう。てか土日休みで本当に大丈夫か。ちなみに旅館は、え、かなたちゃんって自力で起きる方？まあ朝、ええ、自力な時もあるけど大体は一応目覚ましかけてるかな。あら、そう、よかった。え、何が？内線でモーニングコールが聞けるから。ほう、そうなんだ。ええ、一応旅館だしそういうのついてるのよ。なるほど。あそこに内線専用の電話があるから。はい、あれでシャープの46って押して起こしてほしい時間帯を数字でセットすればいいから。すごいシステムだな。セットしてね。今はもうスマホがあるから、スマホでね、目覚ましセットすれば。おやすみなさい。それでまあ なるから OK って感じだな。モーニングコールなんていらないよってなるわな。モーニングコールね。じゃあ早速セットしてみようか。受話器を取る。シャープの46と。起きる時間帯をセットしてください。これいる？08とあとは00だな。モーニングコールセットされました。ロボっぽい。これで明日は安心だぞ。ふわー、もう眠くなってきた。持ってきたカバンを手繰り寄せる。歯ブラシとタオルと、あれ、何か大事なものがないような気がする。財布、財布、俺の財布が。察しのいい俺はわかる。多分メイコってやつが使ったんだろう、勝手に。コートの中か。ない。洗濯物の中。ない。どこかで落としたのか。あり得る。落石事故に遭った時かな。まあ、持ってるでしょう。5000円札1枚。わびしいな。キャッシュカードやレンタルビデオ店のカードなんだか。しょうがない。明日探したら探そう。脱力、仕方ないな。カバンをしまい、部屋に備え付けの洗面器で顔を洗う。他にすることもないので仕方なく布団に入る。外ではずっと風が鳴り、窓に吹きつけている。俺の財布、どうか無事に見つかりますように。うわぁ、これさ、実況でとりあえず喋ってるけどさ、字の部分も俺が喋ったらさ、別に画面集中してなくてもいいよね。
だからなんかながら作業しながら俺が喋ってるのを聞きながらながら作業はできます。どうぞどうぞお使いください。かなたちゃん、あんまり遠くに行っちゃダメよ。声が分かってるって。早く帰りたい。こんな雪しかないところ嫌だ。寒いし。でも父さんも母さんもつぐみ姉ちゃんちの温泉にちょっと使っていたいとか言ってた。はじめは面白かったけど、さすがに3日目ともなると雪も温泉も飽きる。子供っぽい声で言ってみましょう。全然3日目が始まらんから時間の区切りが。え？あんまーん。坂の上から変な声がすると同時に何か白くて丸いものが落ちてきた。それを拾い上げる。アンマンだ。止まらない。ん？うわ。その BGM はさっきも聞いた。で、にゅ。痛い。クレヨンがすごい散乱してアンマンが。いたた、何するんだ。車じゃねえだろ。車じゃないだろ。同じくらいスピード出てたよ。死んでるって。早かったよ。いやだから。お花打ったよ。キャラ使い分けていこうか。俺もが頭打った。あ、アンマンが。へえ。これ絵じゃねえのか。見るとさっき拾ったアンマンが地面に転がっていた。それだけではなく。何やら白い紙とクレヨンも落ちていた。すげえ服だなおい。耳の主張が、人参が、泣くたって、30分になっちゃう。アンマンまた買えばいいだろ。30分になっちゃう。区切りが。じゃあ俺が買ってやるか。お小遣いは、残ってないぞ。どうしよう。見知らぬ女の子を泣かしてしまったぞ。どうしよう。ちびっこの声もめするのって気持ち悪いよな、ちょっとな。ちょっと待ってよ。俺は落ちているあんまんを拾うと皮を剥いた。外側が汚れてるだけで中は大丈夫なはずだから。ほら。女の子の目の前に皮は剥いたアンマンを差し出す。俺とアンマンを交互に見ていたが、やがてそれを受け取った。もしゃ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 。おいしいよ。雪の上に落ちたんだったら多少、あ、でもな、雪も汚れてるところとかもあるからな。汚れてる雪とかもあるからな。でも雪の上に落ちたからといって、アンマン好きか、うん、汚れてないとは限らんな。俺も好き。え？半分こだよ。女の子が剥いたあんまんを半分に割ってくれる。いや、好きは好きだが、できれば落ちない方がいいな。あげる。え？いただきます。今の気持ち悪い。パク。冷えてる。おいしい？そんな一瞬で冷えるものか。仕方なく噛み砕いて飲み込む。もしゃもしゃ。ごくん、まずい。なんだろう。じっと見つめられてるぞ。お名前。ん？お名前、教えて。出雲かなた。俺の、出雲かなた。まあいいか。出雲かなた。かなた。かなたちゃんって呼んでいい？ちょっと滞在しただけのことをずっとこいつ覚えててくれたのか、この女の、すみのは。雪月すみの。ずいぶんとあれだな、メルヘンな少女だな。メルヘン街道。じゃあここまで2月3日日曜日からということにしましょう。うわ、30分になっちゃった。ちょっと長めはよくねえな。ほいじゃあ、まあパート3長くなりましたけども、ここまで。パート4でお会いしましょう。2月3日の朝からです。ほなまた。